一夜でございます。こんにちは。お元気ですか？よく申しますが、いつも申しますが、私は神戸で生まれて神戸で育って、16歳で江田島の海軍部屋行くまでずっと神戸で住んでおりました。でその頃の神戸を思い出しましてね、永田神社という琴城の主をお祭りしたあの有名なお寺が神戸でございます。神戸は3つお寺で神社ですね、ございまして、永田神社、南光さん、港川神社ですね、楠木正成、それから生田神社と、この3つが有名なお寺ですが、その琴城主の御事をお祭りした永田神社のすぐ近くの、そんなに山奥ではありません、町から市電が通っておりまして、そこから少し登ったところの西山町というところに住んでおりました。そして、夏になりますと家からすぐ後ろの行くと、まだ田んぼもございましてね、ホタルを見に家からすぐ裏山へ行くとホタル狩りができたんですね。ホタルがホタルを見に行こうって言って、行ったことがございます。今神戸の町でホタルなんかとても見られませんよね。それで家の前はまだ馬車が荷物を引く、それがずっとトラックの代わりに家の前、少し坂道でしたけども、その家の前の突き当たりに大きな家があって、材木問屋、バッチのその材木問屋もしておりましたけども、そのそこまでよく馬車が通っていたのを思い出します。神戸の町でしかりです。ふと思い出すんですが、中学の頃に初めて、それまで映画館行くことは禁止されておりますからね、映画館行ってることがバレるとすぐ退校になりました。だけど珍しくその時は中学で映画を見に連れて行ってくれたんです。それは加藤はやぶさ戦闘機隊長というその戦争の映画でしたね。でその裏版に江野犬の鞍馬天狗がついてたの。だから加藤はやぶさ戦闘機隊長と江野犬の鞍馬天狗を2つ見せてくれたんです。で我々は加藤はやぶさ戦闘機隊長はあまり見ずに、江野犬の鞍馬天狗を必死になっての嬉しそうに見て、それからあと江野犬のモノマネがここで大流行りで流行ったことを今のように思い出しますが、そういう時代でございましたね。だからまあ、馬車が走り、江野犬が降り、そして226事件があり、そういうさなかに生きて今日皆様にこんなお話をいたしますが、日本の国がまだ戦争に負ける前の日本というのは何かしらけれども、非常な国民のプライドと自信ですね、それから誇りですね、それと国の一体感っていう申しますか、それから天皇陛下に対する尊崇の念、尊敬の念、それが今ももちろん皇室や陛下に対しては皆様我々と一緒に尊崇の念は持っておりますが、戦前と何か違うような気がするんです。マスコミ、特に朝日新聞をはじめとする、少しこう自由主義というか何かが報ずる
皇室に対する記事なんか見ましても昔と今は違いますね。で、そういうその誇りとそれから静けさと豊かさとそういうものが温かくて静かで豊かであった戦前の何か違うような気がいたします。で、これはやはり戦いに負けたと。そしてほぼ100年、75年経ちますが、一番のその苦しい時期じゃないかと気がいたします。その頃は蒋介石が逃げ回っておりましてね、ソビエトで蒋介石の奥さんがアメリカ行って助けてちょうだいってアメリカに泣きついたような時代ですから、中国というのはもう 国の体を成しておりませんでしたからね。それが今はアメリカを追い越そうとする、アメリカと中国というものに大大国になってしまった。なぜそうなってしまったのか。それにはやはり日本人の心の中に昔と違う親中派の人たちがおりますね。中国という人たちがおります。そして考え、この間テレビで聞いたんですかね、戦後謝り続けて中国に対してトータルで3兆円ものお金を中国にあげてるんですね。そしてそのお金でですよ、中国は軍備を拡張して、そして今やアメリカと戦おうとする。まあもちろん戦いはしませんけども、そういう国になってしまう。その一端の責任は日本にも僕はあるような気がしております。日本人のプライドというものを戦前は今の新聞から言わすと軍国主義でギスギスして上から圧力をかけられて、何か怖い国であったような放送しますけど全く違います。戦前の方が豊かで静かでプライドが、そして温かい、そういう国であったことをこの体が知っておりますので、皆様にそう申し上げておきます。これはまあ昔の思い出話をしながらふとそういうふうに思い出したわけでございますけれども、本当にその75年前、戦争に負ける前の日本というのは、私どもにとりましてはまあ半顔びいきということではなくてですね、その本当にプライドもあり、豊かで静かで温かい国であったと。やがて必ずそうなると信じて、このお話は今日はここまでにいたします。